フォルトゥナの瞳は作家、桃田直樹が表した日本の小説である。2015年12月1日に新潮社より刊行された。仕事に打ち込んできた青年が一人の女性と出会い、愛することで生きる喜びを見出しつつも、人の死の運命が透けて見えてしまう能力である。フォルトゥナの瞳を手に入れてしまったことにより、死の運命にあることが分かってしまった愛する女性の死を、 回避しようとする恋愛小説である。2019年に映画が公開された。他人の死が見えてしまうという不思議な力を持ってしまった青年が主人公である。幼少期に飛行機事故で家族を失い、友人も恋人もなく、仕事にのみ生きてきた新一郎。しかし、新一郎が死を目前にした人間が透けて見える能力イコール、ホルトナの瞳を持っていることに気づいてしまったことから、 生活が一変。なぜこのような力を持ってしまったのかを自問自答する苦悩の日々が続く。そんな日々の中で新一郎は、気流葵という女性に出会い、互いに惹かれ合った二人は幸せな日々を過ごす。新一郎の孤独な人生に彩りを与えてくれた葵という存在。しかし、葵の体が突然透け始めてしまう。2019年2月15日に全国公開された。 主演は上木隆之介、監督は三木隆弘。舞台が原作の横浜地区から神戸地区に変更されている。ロケは神戸市、西宮市、大阪市と柏原市などの奈良県など2018年5月から6月まですべて関西で行われた。ありがとうございます。